野川は東京都を流れる玉川、水系玉川支流の一級河川。国分寺市東小医学部一丁目の日立製作所、中央研究所敷地内の湧水が源とされ、近接する指導の休憩所には案内板が設置されている。年2回の一般公開や地元小学校の見学などが行われている。 南下して、西部国分寺線、JR 中央本線の森土を抜け、住宅地を抜けて東へ向きを変え、国分寺街道の不動橋です姿の池遊水群からの湧き水を合わせる。安備根橋で、東京経済大学国分寺キャンパスの新次郎池からの遊水が合流するとともに、国分寺市から小金井市へ入り、河川管理協会も東京と北、多摩南部建設事務所へと移る。 以降、多摩川との合流点まで河川緑道が整備され、さらに、多摩地区内は、稼働と河川敷が、浸水エリアとして整備されている。小金井市に入り、武蔵野公園に差し掛かるあたりから南東に流れ、西部多摩川線と交差し、野川公園に入る。小金井市と調布市の間を何度も縫って、そのゴミ高市を流れ、再び、調布市に入る。京王線と交差し、 調布市と狛江市の境を何度も縫い、調布市入間町付近で支流の入間川を合わせる。世田谷区に入り、新名の森三つ池からの湧水を合わせて、小田急小田原線をくぐり、東名高速道路と交差する。世田谷区蒲田で北から流れくる線川を合わせ、多摩川と並んで、二子玉川で国道246号新双子橋や双子橋をくぐり、東急田園都市線。 東急大井町線二子玉川駅のホーム下で、右岸が、世田谷区玉川一丁目付近で左岸が、玉川に合流する。野川は、南岸が平坦、北岸が急斜面となっていて、両岸の高さが違う。北の崖は、武蔵野段9面を玉川が削り込んで作った、国分寺崖線である。崖と呼ばれる崖の斜面からはかつてに比べれば大幅に、減少しているものの、 神大寺から成城三池にかけて多くの清水が湧き、都内でも珍しい自然が残っている。野川が流れる立川段宮面は2万から3万年前の更新よに小玉川が流れて作った貸し段宮である。その時代の玉川は立川段宮面に粒手を残しながら武蔵野段丘を横から削っていた。玉川本流が流路ールを変えた後に、 国分寺が気仙の湧水を集め、玉川旧河道を流れた消火線が野川である。野川には玉川が運んで残したつぶての層を削るほどの流量がなく、歴層を川底にして浅い谷を作った。野川の上流部北側には旧石器時代の遺跡がある。また、野川流域には横穴墓が見つかっている。川沿いには弥生時代から水田が開かれ、 奈良時代には上流部に武蔵国分寺が作られた。かつての野々川は小金橋辺りから野川緑地公園に近い流路で現在の狛江市中心部を流れ、そのまま南流し岩戸川及び町田川に接続し、うなげ付近で玉川に注いでいた。1597年から15年かけて六号用水が開削された。これに伴い世田谷通りの新一の橋付近で、 六号両用水と合流し流れを東に変え、世田谷通りと滝下橋緑道を流れ、入間川と合流するようになった。自体有、堀公園を流れた後用水から分流し、現在の野川下流に近い流路を通っていた。1967年になって、六号用水も川の流路を失わない範囲で、大部分が埋められ、野川の流路を東に寄らせる改修が行われた。野川は、 小前市街に入らずに、調布市と小前市の市境付近に新たに改作された。それより、下流の野川も、入間川との合流点を作り、さらに少し下流の北見触れ合い広場付近では、旧入間川より、数百メートルほど東に、野川が改作され、さらに下流でも時代部、掘り改作以前の入間川に近い流路が取られた。また、この改作した川も、 全区間野川と称した。都内にしては湧水による水量豊富な河川であったが、戦後から高度経済成長期を経て1980年代前半までは、周辺地域の宅地化が進行し、下水道も未整備であったため生活雑排水が垂れ流されるようになる。流水の大半がそれらからなり、水底はヘドロで覆い尽くされ、悪臭を放つドブ川となってしまうが、 平成に入り周辺地域の下水道整備がようやく完了し、清流への回復が徐々に進み始めた。これにより、各種魚類や水生昆虫、カワセミカメなどの生息、回帰も確認されるようになった。しかし、皮肉なことに汚水の減少に伴って水量そのものも減少してしまい、冬季にはしばしば川の水が枯れるようになった。また、 水量現象は流路に、出現的な環境を所々作り出し、足の反母が新たな生物所を生じさせてもいる。この流路変更前の野川は、アメリカ軍による1947年3月から1948年3月撮影の空中写真によって確認できる。新小金井海道、抜く橋野川を渡る西部玉川線泉橋。 東京都道115府中三鷹線後狩野の橋、愛想浦橋歩行者専用橋の中高地橋、調布市内で野川を越える京王電鉄京王線、国道20号馬橋から下流を移す、旧小金橋、2008年に新橋に掛け替えられた、世田谷区内で野川を越える小田急小田原線、野川水道橋、2008年に新たに掛け替えられた、子橋と、 東急二子玉川駅、兵庫橋より撮影。貝塚総平、野川と国分寺がけ線91から92ページ。貝塚総平、野川と国分寺がけ線94ページ。貝塚総平、野川と国分寺がけ線94から95ページ。三鷹市教育委員会教育センター。貝塚総平、野川と国分寺がけ線96ページ。 1967年1月放映のウルトラマン第27は怪獣殿下冒頭で当時の歌詞が映るが水面が高屋橋に届きそうなほど異常に高く豊かな水量をた,たえている。これはこの空中写真のように流路変更の途上で団地部分だけが先行して整備された後の野川がすぐ先の野川大橋付近までの一時的な池だったためである。 野川が消える狛江市、2001年10月11日、国土地理院地図、空中写真閲覧サービス。ありがとうございます。